ジョンソン m 1 9 4 1軽機関銃は第二次世界大戦期にアメリカ合衆国で開発された軽機関銃である。メルヴィン・ジョンソンが設計した。アメリカ軍による正式採用には至らず、一部部隊で比較的少数が運用されるに止まった。この銃は軽機関銃と呼ばれていたが、比較的軽量で団体球団機能も備えていなかったことから、 アメリカ軍においては、ブローニング M1918 と同等の自動小銃に相当する自動火器とみなされた。設計者、ジョンソン自身も、軽機関銃ではなく、自動小銃、あるいは、軽機関小銃という表現を好んだ。これは必要に応じ、小銃のように構えて射撃することも可能である点を強調するためだった。初期モデルには、 ジョンソン小銃と同型の銃剣を取り付けるための着剣ラグがあった。セレクティブファイヤー機能を備え、セミオート射撃時にはクローズドボルト、フルオート射撃時にはオープンボルトの状態から発砲が行われた。重心交換は容易で、マニュアルによれば5から6秒で交換が可能とされていた。自家重症レイアウトのため、小銃器の位置は比較的高い。二脚は、 着脱が可能だった。重心交換時には2脚を取り外す必要があった。左側面から装填する20連発箱型断層にも独特の設計が取り入れられていた。マガジンリップは機関部側に組み込まれており、断層側には設けられておらず、マガジンリリースレバーと噛み合うストッパーが弾薬を固定する役割を兼ねていた。機関部には ジョンソン小銃と同方式の5連発ロータリー型断層が組み込まれていた。断層を交換せずにクリップで追加装填を行うことも可能で、銃内部には25発の弾薬を保持することができた。単立式のため長くかさばったほか、破損もしやすかった。ジョンソン小銃予備薬開閉隊員でもあった。 弁護士のメルビン・ジョンソンは、当時時期主力小銃の有力候補と目されていた、半自動小銃に否定的な評価を下した、銃器設計者の一人だった。ジョンソンの見解において、二つの有力候補、すなわちジョン・ガーランド設計案とジョン・ビダーセン、設計案は、いずれも欠陥があり、大量生産にも向かないとされた。こうしてジョンソンは信頼性や、射撃精度がより優れ、 量産にも適した小銃の設計に着手し、1935年にスクラップ部品を用いて最初の試作品を完成させた。1937年9月28日には一連の銃器設計に関連する最初の特許を取得している。ジョンソンは自ら設計した小銃を採用するように、軍部へと働きかけ、いくつかの試験では良好な成績を収めたものの、 すでに陸軍がガーランド小銃の採用を決定し、量産体制も整えられていたため、部品調達など平坦上の理由を背景に、ジョンソンは1941年初めにガーランド小銃への指示を表明し、自らの設計案を撤回した。当時、ジョンソンは小銃と並行して軽機関銃の設計も行っていた。これは、 小銃と同様の動作機構を採用し、部品も大部分が共通で、同じ設備で容易に製造することができた。重量は12ポンドをわずかに上回る程度で、ブローニング M1918 自動小銃よりも軽かった。また、交換が容易な重心を備えることは、M1918 と比較した際の大きなアドバンテージだった。いずれにせよ、ジョンゾン系機関銃は、 小銃と同様に正式採用が見送られた。ヨーロッパ各国をめぐっていった売り込みでは、いくつかの国がジョンソン軽機関銃に興味を示したものの、発注は行われなかった。これらの銃器のさらなる改良を進めるべく、ジョンソンはジョンソンオートマティックス社を設立し、改良を加えた小銃及び軽機関銃に対し、軍での採用を想定した M1941。 という名称を与えた。こうして発表された M1941 景気感銃に興味を示したのがオランダ購買委員会だった。オランダではオランダ領東インド陸軍の装備を更新するための近代的な火器が求められていた。デモンストレーションを経て NPC はジョンソン景気感銃及びジョンソン小銃を購入した。 ジョンソン社は製造設備を保有していなかったため、クランストンの繊維工場を買収し、オランダとの契約に基づく銃器製造を担うメーカーとして、クランストンアームズ社が立ち上げられた。ただし、直後に始まった日本軍の侵攻の影響で、現地に届いたジョンソン系機関銃は、ごくわずかだった。ドロール M1949 その後、 M1944 として知られる改良型が発表された。しばしば故障が指摘された機関部の再設計が行われたほか、重傷は金属パイプ製、グリップはプラスチック製に改められ、木製部品はすべて除去された。着脱式の二脚も廃止され、代わりに一体式の短足が採用された。短足は折りたたむとフォアグリップとして使用できた。 重傷のバッファースプリングを交換すると、射撃速度を350発、分から750発、分まで変更することができた。機兵や空挺隊員向けのオプションとして、20インチの単重心も設計された。1943年12月、10丁の M1944 が、アバディーン試験場に持ち込まれて、審査を受けた。 この際には悪条件下での試験で問題をきたしたものの続けてクアンティコ海兵隊基地で行われた海兵装備委員会による試験では高く評価されアメリカ海兵隊における M1918 の後継装備として推薦されたしかし結局は陸軍が採用を見送っていることから部品調達など平坦上の問題を引き起こす恐れがあるとして 正式採用には至らなかった。それでもジョンソンは改良を進め、M1944E1 として知られるモデルを開発した。これは後に M1945 と解消された。M1944E1 ではバレルベアリングにガスポートを設け、ここから機関部のバレルサポーターへと抜けるガスの圧力を利用し、重心交代を補助することで、 砂塵等の異物が混入した場合でも動作不良が起きづらくなっていた。同時に発射速度は600から700発分程度まで上がっており、関連してボルト閉鎖システムも改良されている。1945年2月 M1944E1 の試作品10丁を陸軍が購入し、 そのうち一丁が1945年7月20日から8月6日にかけての耐久試験に用いられたが、高すぎる発射速度のため部品の破損が頻発し、試験は途中で中断されることとなった。以後も改良と試験が試みられたが、1945年9月2日の日本の降伏によって、プロジェクトの重要性は大幅に低下し、同年10月に終了が宣言された。 T48M1945 の最後の試験が行われている頃、陸軍武器省では M1918 と M1919A6 の役割を統合した分隊支援火器なる重機の開発が試みられていた。武器省は分隊支援火器について交換容易な重心、団体球団、折りたたみ式2脚、自家重傷、さらにセレクティブファイア機能を備え、 セミオート射撃時には、クローズドボルト、フルオート射撃時には、オープンボルトの状態から発砲を行うことといった要件を示した。M1945 はこの要件に非常に近く、1946年8月には、団体球団への返還を可能とした試作品2丁が T40 なる名称で陸軍へと引き渡された。ついで設計された T48 と、 T53 は開発中の診断薬 T65 弾仕様のモデルで球団機構を交換すれば20連発箱型断層と団体のどちらからでも球団が行えた。しかし終戦によって消火器開発の重要性が低下したことに加えジョンソン社の財政上の問題も重なり1948年初頭には関連するすべてのプロジェクトが放棄された。 1950年代に入ると、イスラエルで M1944 を原型とするドロール系機関銃が開発された。M1941 系機関銃を射撃するパラマリーンズの単位アメリカ海兵隊では、1941年に編成された落下産部隊向けの装備として、軽量かつ火力に優れ、重心及び重傷の取り外しも容易なジョンソン系機関銃に、 注目が集まった。そしてジョンソン社と NPC を交えた協議を経て、パラマリーンズにも必要なだけのジョンソン系機関銃が供給されることとなった。その他、特殊部隊マリーンレーダーズでも比較的少数が調達された。また、米下軍合同特殊部隊である悪魔の旅団も、パラマリーンズと同じ理由から、ジョンソン系機関銃に注目し、 1943年6月29日には、海兵隊から125兆を譲り受けている。秘密活動部局である戦略情報局でも分解して引匿することが容易であるとして、ジョンソン系機関銃及びジョンソン小銃を少数使用した。第二次世界大戦後には、フィデル・カストロ率いるゲリラが、バティスタ政権に対するキューバ革命の際に使用したことが知られる。 皮肉なことに、カストロがキューバを支配するようになった後には、反共キューバ人部隊がカストロに対する抵抗のために、ジョンゾン系機関銃を使用した。実戦では、高い精度や交換が容易な重心などが、高評価された一方、ジャングルでは、背の高い小準器や側面断層が草木に絡まることが多かったほか、断層を傾向するためのポーチが十分供給されていないことも、 問題として指摘された。ありがとうございます。